今日は今のところ1年後に迫っています消費税10%と軽減税率についてのお話ですね。うんあのこれについてはねもう改めて聞くまでもないと思うんですけどもあの石川さんはこの消費税率10%ってどんなふうに高くなるのかっていう気分であの、ね、日本の場合こう税金の使い方が場当たり的な感じがしてそこ含めてなんとなく不満はあるんですよね,ねで。加えてどうううででしょうねいいよよ円使うと 100円プラス差になってくるってことは結構これ大きな負担だと思いますよね,そうですね。 ええー、あのー、そういった意味で言うとですね、いくら政府があれこれ説明しても、えー、消費者にとってみれば、その負担というのがね、相当増えてくることはこれ間違いないんですよ。で、そもそもなぜ消費税率を上げなくてはならないのか、えー、ね、国民はこんなに負担をしなきゃならないのかということなんですけども、えー、少し振り返ってみますとね、そもそも、えー、まあ消費税に関して言うとですね、この導入というのは、2012年、ね、もうね、ええー、 年ほど前になってしまうんですが、えー、当時の民主党政権の際に、えー、民主、自民、公明。もちろん、えー、自民と公明党の両党はですね、野党です。で、この与野党のですね、3党が合意する形で、税と社会保障の一体改革によって、えー、決定されたわけなんですね。はい、まあ、ですから、えー、この時にですね、えー、当時5%だった消費税率というのは、将来的に10%に引き上げていきましょう。ということがですね、 この与野党の合意によって決まった。どうしてかというと、それまでですね、えー、消費税率5%では足りないぞというふうには言われてきたんですけれどね。ただ、どうでしょう。日本の政治というと、やっぱりこの国民のその人気というかな、反発を常に意識する、えー、そういう政治ですから、で、与党になりますとね、あの、やっぱりやめとこうかみたいなね、うん、え引き上げは先送りしようかになってしまうので、ここはやっぱり与野党で合意しないと、前へ進んでいかないということで、えー、これが導入された、決まったということなんですが、 はい、えー、税と社会保障の一体改革ですから、社会保障というところにもね、 大きなポイントがあるんですよ。はい、やっぱりあの、当時も今もそうですけれども、やっぱり人口減少、少子高齢化、特に2025年問題というのを控えておりましてね。まあ、2025年になると日本の人口の3割以上がですね、えー、65歳以上高齢者になる。えー、その時に、年金、介護、医療、こういった社会保障制度が果たして持つのかどうなのかね、ね、えー、というところを考えていくと、どうも心もとないというか、相当厳しい状況になるぞと。だ ったら今のうちに手を打って。 で、きちんと、その財源を確保しておこう、年金、医療、介護のこの制度を維持するための財源として、この5%からね、上の分についてはですね、10%分については、使いましょうということが決まったんですね。ですから、消費税の増税分、5%の増税分については、年金、介護、医療に代表される社会保障に使いますよということがそもそも決定されたわけなんですよ。ただですね、 2015年10月にですね8、8%から10%に引き上げることが、そもそも決まっていたんですけれども、ね、ただですね、あの、その後のいろんな経済情勢の変化であるとか、政治情勢の変化があって、2回これは延期されてきた。でしたね。もうこれ以上延期できないぞというところで、いよいよ来年を迎えるというのがですね、これまでの消費税の、まあ基本的な、ざっくりとした推移なんですけどね、え。ー その政府の説明している高齢化に備えた財源の確保と、あと国の借金返済していきたいっていうような、あの、ちゃんとそれのために使われるんだったら、 いいような気はするんですけれどもね。えー、あのー、ただ、えー、そのあたりに対してですね、どうなんでしょう。日本の税制に対しての信頼性っていうのが、なかなかないのかなと、<ー>国民のね。ねえー、あるいは納税者のと言ったらいいんですかね。うんうん、えー、というとですね、やっぱりその一方でね、これは消費税じゃないけれども、例えば所得税の問題一つ取ってみてもですね、はい、どうなんでしょう。ラジオ機のサラリーマンの人たちは、どうも不公平感ってあるんじゃないかなって僕は思うんですね。だから自分たちは所得を100% パーセン15%補足されていて、きちんと税金を納めてるんだけれども、そうじゃない人たちもいるんじゃないのか、ね、やっぱりそういうサラリーマンの人たちにとってみて、一番意識するのは自営業者なんていうことになるんだろうと思うんですね。うん、で、そうするとね、この消費税の増税、まあ、消費税を、えー、まあ徴収されるという点に関してもね、きちんとそれが公平に集められてるのかどうなのか、うん、そしてさっき石川さんが、えー、イメージ訓練を指摘されたようにですね、それがちゃんと適切 使われているのかどうなのか、はい、でもう一点言いますとねあのどうなんでしょうね集めた税金をね、えー、無駄なく使っているのかその無駄というところがね、えー、一つ気にかかるところですよねこのまま今度こその話でまあ仮定ですけれども来年の10月に消費税率10%に上がるタイミングで 軽減税率も実施されるという方向に今なってるんですね,ね。で、先ほどね、消費税がきちんと公平公正に集められているのか取られているのかっいうとこ考えてみますとね、この消費税ってのはどうなんでしょうね。その逆進性というのがあるんですよ。はい、まあズバリ言ってしまえば、えー、まあはっきり申し上げてね、お金持ちにとってみるとですね、あまりその負担感がない税金なんですね。はい、ところがその貧困層にとって見るというと、あるいは所得が低 掃除にとってみるというとえかなりですね負担が えー、大きい税金なんですよ。どうしてかっていうとね、だってお金持ちだからといって、えー、たくさんお金を儲けてるからといって、食べる量が10倍にも20倍にもなるわけじゃないじゃないですか。えーすね、まあ、買うお米の量っていうのはほとんど変わらないはずなんですね。その低所得者層と、えー、富裕層に関して言いますとね。そうするとどうしてもやっぱり、えー、低所得者層にとってみるというと、きつい税金、きつい税制ということになるんですよ。だからそういう低所得者層向けにですね、やっぱりその、えー、その税負担をですね、 少しでも緩和していかなきゃならないということで、この軽減税率というのが導入されたんですね。ですから、どうでしょうね。やっぱり生活必需品に関してはですね、やっぱりその軽減税率を導入して、ただし同じ食べるものでもですね、どちらかというと贅沢に区分されるものについては10、10%を適用し、そうじゃないものに、つまり生活費についてはですね、現行の税制で、制用金しましょうという、そういうルールが基本的に 今、導入されることが決まってるんですね。はい、ただ、どうでしょうね。あの、なんて言ったらいいのかな。あの、これは生活必需品ですよ。これは贅沢品ですよ。 その線引きって相当難しいと思いませんかそ,そこが一番こう分かりづらいところですよね。ねあのー、例えばね、具体的に話をすると、えー、ファーストフードを含めましてね、例えば牛丼とかハンバーガー、これ店内で食べますとね、うん、えー、それを、えー、まあ、食べることになりますとね、外食というカテゴリー。うん、どうもね、クイーンはね、外食は贅沢だみたいな意識があるために10%なんですよ。<laughs> <ー>ただ、テイクアウトをして家で食べると、 そ、はあ、うですよね、ねで例えば、コンビニ弁当の販売だ,だけならば、外食に当たらないので、持って帰って、えー、食べますとね、8%、じゃあ、イートインスペース、最近多いじゃないですか、じゃあ、あそこで食べると外食になるのかとかね、うん、まあこのあたりの細かいルールについてを言うと、実はまだ決まってないんですね。えーえー これもっと、あの、まあ、例えば、いわゆるお買い物弱者の方々ですとか、ええ、なかなか事情があって、あの、外出しづらい方たちにも、使いやすい形にしていった方がいいですよね。そうですね。あの、で、実を言いますとね、その、まあ、このわかりづらさというのが、実は、その税制、まあ、税金取ってみるとですね、一番の問題点なんですよ。納得がいかない税制というのは、うん、絶対にですね、定着しません。ええ 国民納税者は、えー、まあ、それをですね、受け入れようとしません。ですから、この分かりにくい税制をいかに分かりやすくしていくかっていう作業は、やっぱり必要なのかなと思いますよね。で、そしてもう一点申し上げておきたいのは、やっぱりね、税金の使い道。これがね、あまりにも不明瞭ですよ。すね,ね、本当にですね、これ社会保障に使われてるのと。 なんかえ、使ってる感といったんですかなんかそのことによってですね、消費税率は上がったはいいけども、あんまり恩恵を感じることができないとなるとですね、<ー>やっぱり納税者としては納得がいかない。このあたりもですね、きちんと、えー、国政府は考えてもらいたいなと思いますよね。はい